皆様、お元気ですか？ LDN ニュースのお時間です。今回も、またまた、ドクターナバ研究所の映像を、極秘入手いたしました。前回よりも、深いところまでスクープいたします。研究員の方の、プライベートスペースまでも、スクープすることに成功いたしました。では、実際の映像を、ご覧ください。まずは、データ閲覧用端末ですね。OS は自作とのことです。ここは、浴室ですね。ここでは、所長も研究員も、業務を忘れ、リラックスしているのでしょう。こちらはトイレでしょうか。落ち着く空間ですね。こちらは危険な匂いがします。あのエンダーマンがいるのでしょうか。こちらの防護服を着て、部屋に入るようですね。では、入ってみましょう。さすがに恐ろしいです。拘束されていると早え。バッチリ、目が合ってます。周囲に水があるので、大丈夫だと思いますが。さて、ここは所長の休憩所みたいですね。どうやら、鍵が、かかっているみたいです。クリーパーとムーシュルームの研究室です。では、入ってみましょう。これは、GNT とクリーパー。なんと危険な組み合わせでしょう。一歩間違えば大爆発です。これは、どうやら、人工的にキノコを移植して、ムーシュルームを合成しているのでしょうか。生物合成の実験とは、なんとも恐ろしいですね。こちらには、休憩室があります。では、そーっと入ってみましょう。誰もいませんでした。たくさんのベッドが置いてありますね。そして奥には、秘密の扉があるそうです。ここですね。レバーを上げると、秘密の通路です。中に入ってみましょう。誰かいます?こちらを睨みつけています。ここは、どうやら教室のようですね。研究員の方、専用の、講義室のようですね。情報によると教鞭を取るのは、植木さんという方らしいです。怖そうな先生ですね。研究員の方も大変ですね。はい、今回は休憩室なども、潜入スクープできました。それにしても、植木さん、怖そうでしたね。今回の情報は、研究員のどうしようまだない、さん、から提供していただきました。ありがとうございます。では、今日はこの辺で、また、お会いしましょう。皆様、良い一日を。